テーラー・トースは、アメリカ合衆国出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーはキリバガ、フェリシアザンなど。2010、2011ISU グランプリシリーズ、出場。1988年、アメリカ合衆国ピッツバーグ生まれ。8歳でスケートを始める。カイリー・グリーソンとペアを組み、全米ジュニアフィギュアスケート選手権で何度か優勝する。あと、2004年に、 モリー・アーロンとのペアを結成、全米フィギュアスケート選手権、ノービスクラス4位となり2005、2006、ISU ジュニアグランプリに参戦、出場に大会で4位、5位の成績を上げるがまもなく、ペアを解散する。2006から7年シーズンにはみんなリートのペアでも、全米選手権に進出。またこの頃まで男子シングルでも競技を続ける。 全米選手権での本選進出はないものの、大学選手権では2007年に全米チャンピオンとなるが、以降はペア競技に専念する。2009年にフェリシア・ザンとのペアを結成し、4年ぶりに ISU ジュニアグランプリに出場。全米選手権ではジュニアクラスで優勝する。2010から11年シーズンには ISU グランプリシリーズ出場を果たす。シーズン終了後、 フェリシアザンとのパートナーシップを解消した。2012年3月23日、シングルスケーターのキリバガとのベア結成を発表した。ありがとうございます。